い、2019年12月14日本日の仮想通貨時価総額と上位10トークにドル円の相場交差します。順番に仮想通貨の時価総額からいくと、前日そこまで差がないアメリカドル換算の196ビリオンと、その通り前日換算見てもグリーンは目指すんですけど、まあ 2% 以上の上昇がほとんどなく、トロンが珍しく 5% ぐらい上げて、テゾスが 4% 減少ですか。それを除けばそんな大きな動きはないようなので、まあまああれなのが SV、特にキャッシュが 2% ぐらいか。上昇したところでどんなもんでしょうかというところで、日本円換算の時価総額といっても、こちらもそこまで大きな動きで、21兆5959億と、では順番に時価総額1位のビットコインから見ていきましょう。週足20名、120名、角度相も変わらず、ローソク的に120名の下も変わらず、大きな値動きしとるわけじゃなくて、相場環境的にはそこまで変わってないですよね。一見ね、なんか淡い期待させようかとしてるんですけど、やっぱここをどうしてもね、83とかそれぐらい抜けんことにはあれだろうな。まあ大体私、徐々にこんな感じで、ごちゃごちゃしながらも結局はこんな感じで下がっていくんじゃないかなーって想像してますけど。で、冷やしていきますと、こちらがまだ微妙にね、淡い夢を見させようとしてるのがね、20MA が少し角度ついてきまして、ロウソクがね、触れそうで触れん、まあじれったいところで、本当にじらし丸々丸じゃないけどね、これがね、どうなるかですよね。期待だけなのな、あくまでちゃんと上抜いて角度が上抜かんことには、この下げ相場では特に信用できんすわね。4時間いきますと、ここはなんとかまあまあ目処立っとんのが、20MA 水平やや上向きのところ、ロウソクその上にいまして、冷やし換算、4時間で言うと 120MA と 20MA、ちょうど真ん中ぐらいですね、ロウソク的に言うと。80いかんかいかんかぐらい。だこうやってやっとってまた食らうっていう可能性もあるからな。ちゃんと抜けてかんことには信用できんすわね。冷やしを抜けたって結局週足の壁があるからな、まあ、それをごちゃごちゃしながら何ヶ月もかけて多分戻していくんじゃないかなって想像していますけど。はい、ということで次はイーサー。少ないながらも唯一前日換算でマイナス食らっとるイーサーなんですけど、週足チャート的に言うと25名右下、7名も右下、ロウソク的にも立ち位置それほど変わらずということで、まあ、相場環境的に本当変わってないですわね。で、冷やしいきますと、こちらも同様、25名右下、7名緩やかな右下、ロウソク7名のほんの少し下にいまして、ただこうやってごちゃごちゃしとるもんで、25との乖離が詰まったぐらいがプラスですわね。とは言っても結局高値更新しんことでやっぱ抜けてけんからね、現状打破するためにはやっぱりここを抜けるには高値が欲しいとこですね。で、4時間いきますと、ここがまあじれったくなってきたのが 7MA と 25MA、 ロウソクがもうちょうどね似たような直線上で引っつきまして、現在時間では少し叩かれとるところですけど、それでも高値がまだ触っとるところだもんな。まあ、非常によくわからん状況になってきたことですね。イーサだけこんな状況は珍しいね。ビットコインはね、4時間でもまあまあ蹴りつけるまではいかんけど、わりかしいい位置にはおるんだけど、イーサはそんなにとこですね。はい、次よ。リップル。週足25円右下、7円目も右下、もうこの角度嫌だね。ロウソク的に安値切り下げしてないのがまだ救いですけど、それでも7円目でも帰りあるしな、高値更新できるし、まあ辛いところですよね。前日換算では 0.6% ぐらい上昇。ほんとスズメの涙というところで、で冷やしていきますと、25名右下、7名緩やかな右下、その下にロウソクいまして、乖離幅は少ないんですけど、なんか抵抗性みたいで、ね、触れそうで触れんね、ほんとね。一応ごちゃごちゃはしとんでね、25との乖離は詰まってきたことなんですけど、俺もやっぱイーサーと一緒だもんで、結局は高値更新していくことにはね、抜けてけんすかね、上にね。ごちゃごちゃしとるだけじゃダメですよね、このままでは。で、4時間いきますと、こちらもそうだな、ごちゃごちゃしとるな、ほんとな。25と7が割と近いところ、その両方に高値安値が触るぐらいで、ロウソクが現在時間いまして、まあこれ見るだけじゃようわからんすわね、ほんとにね。みんな似たような感じになってきたんだね。ビットコインはまあいいんだけど、あれか、アルトコインは4時間で結構ごちゃごちゃしだしたんだ、あのわけわからんというところ、要は移動平均線と引っ付き出して水平に近いところという意味で。はい、ということで次はテザー。そうっすね、ビットコインはまあまあ4時間では安泰なんだけど、それでも冷やしなんかね、レンジ臭くなってきたところですし、アルトコインに関しては4時間でもごちゃごちゃしてるから、テザーもあれだな、全体的にごちゃごちゃしてるわな。突出して抜けた時間がないかな、上がっていくところに関しても。まあ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 妥当でしょうね。ニュース絡みでいけば、テザー、ビットフェニックス、ステーブルコイン絡みは特にはありませんというところで。はい、次は、ビットコインキャッシュ。時価総額上位で唯一 2% ぐらい上昇して、まあまあ一番上昇した部類なんですけど、やっぱあれだな、週足チャート的には私これじゃ分からんね。全然分からんね。下がっとるっていうのが分かるだけで。で、冷やしていきますと、ここが一応7円目をなんとか抜けたとこですね。安値の乖離は離れましたけど、25が出るとどこら辺でしょう。これぐらいなんかな。25、あれだわな、25期間がねえもんな。1234567891011121213141415161718
13、14、15、16、17、25期間ねえな、出せるわけねえよな、まあ、大体これぐらいじゃないかなと思うんですけど、こんなあたりかな想像したんですけど、で4時間いきますと、ここはなんとか抜けていったところですね。25名右上向いて、7名も右上いい角度です。現在時間は触りかけてますけど、まあまあ割と長いのつけたのが昨日の9時間、キャッシュだけまあ綺麗に抜けていったのな。ビットコインに近いとこですね、チャート的にはね。4時間でまあまあいい位置ってとこですもんね。はい、で次はライトコイン、週足20上右下も角度変わらず真っ逆さま、7枚目も右下角度ついてまして、ロウソクも帰り離れて下にいますと、もう何とも言えんやな、これはな。どこら辺で跳ね返ってくるんでしょうね。だってこんな角度ついたところ借りても、これ半年ぐらいはこれ続いとるんですよ。結構これは時間かかると思うんだけどな、全体的な時価総額上でも一番きついじゃねえかと私踏んどんですけど、リップルから入ってこいんじゃねえかなというところで、冷やしいきますと、25枚目右下角度変わらず、7枚目が水平に近いところ、そうやってごちゃごちゃしとるで、一応帰りは詰まってきたところですね。こちらもやはり高値更新してるわけじゃないんだな。詰まっても結局角度が水平行くまで行ってないから、また叩かれる可能性ありますもんね。で4時間行きますと、これでも一応は前日換算で 1% ぐらい上昇したんですよ。というのはこれやはり昨日の9時か、ここが買われゾーンなんだね。ここで一応25抜いてきまして、現在時間ではなんとか7の上にいますと。帰り幅非常に狭いんでね、こうやってやってもまたちょっとやったらパカーンって一発食らってあわわわって終わるっていう可能性が高いですからね。もう単純にこれじゃ信用できんっていうところで、はい、じゃあ次は EOS、週足25円右下、7円目緩やかな右下、ロウソクその下です。相場環境的には全く変わらないですね。前日換算では 1% の上昇もないほどで、まあほんとじりじり週足単位でね、下がってっとるとこですね。で、冷やしていきますと、こちらもなんか全体的に似てますね。というのが25右下、7円目緩やかな右下。ただロウソクはね、帰りが詰まってきて、要はずーっとこんなごちゃごちゃしたのが続いてるから、25度の帰りが詰まってきたところですね。ただやっぱり高値更新しとるわけじゃない、ね、これでどうのこうの言える状況じゃないですよね。それで4時間足いきますと、ここは一応抜けてったんだ。というのはこれもやっぱ昨日の9時ぐらいですね。ここら辺が割と変われゾーンか、そのあたりで25抜いてて、現在は水平まではいってないな、水平やや右下ぐらいかまではなんとか言って、ただ7円目をちょっと下抜きそうなところですね。もう帰り幅少ないでこれ淡いだろうな、一発食らったらなんかパカーンってやられそうですよね、こちらも。はい、じゃあ次はバイナンス、相場とは打って変わって取引所関連はもういろんな事業ガンガン仕掛けてね、国内通貨ペアを追加していっとんですけども、チャート的には悲惨な状況で、25右下角度ついてます、7も同様右下角度ついてます。さらにロウソクにしてもこれ99MA 水平気味のとこ下抜きかけて、これ高値の帰り離れそうだもんな。もうほんとこれも勢いつけていけそうで、バイナンスも結構下げてきそうですよね。だけどこれ逆にね、下げてって上げたとこを拾いたいですよね。これ狙ってんすよね、ほんとね。事業的には一番あれだもんな。プロトコルとかの開発面含めても共感が持てるもんな。で、冷やしいきますと。25円右下、7円目も右下。帰りが詰まりそうなんですけど、またあれだな、離されそうというとこで。7MA には一応触りかけそうですけど、これで前日換算がプラス 1% と。なかなかみんなあれだな、触れそうになると、ちょっと叩かれるという完全移動平均線が抵抗線だといかにも下げ相場モードってことですね。4時間いきますと、ここは一応抜いてったんだっていうのが、これ逆にあれか、朝方の5時ぐらいか、昨日の夜9時でもまあまあまあ買われとる部類か、ロウソクの上げ幅は少ないですけど、ただ現在時間一応ロウソクは25の上におるんですけど、非常に乖離幅少なくて、こちらもあれだな、一発食らったらパカーだな。まあ4時間レベルでなんとか上に行ったって、これが貯金とはどうとも見れんすわね。はい、じゃ次は SV、 まだまだほんと角度緩まらんなというのが、週足30名は角度変わらず、ただ7名はもうこの通り右下急角度。ロウソクに関しては直近の安値切り下げは行ってないですけど、限りなく近いところですね。 7MA との帰りも離れて、もういかにも下げ相場モードで、だから 30MA の角度だけがな、これまだまだかかるんだな。で、冷やしいきますと、 30MA 右下相も変わらず、 7MA の角度右下緩めも変わらず、ロウソクがどうでしょう、触れるか触れんかぐらいのところで来てますけど、一応前日換算では 1% ぐらい上昇と。で、4時間足いきますと、一応は 30MA になんとかロウソクが瞬間的に現在時間で触りかけとるんですけど、そんでも角度は右下、 7MA は一応右上向きましたというところで、まあ微妙なところだな。4時間足で全体的にちょっと上行ったかな、でもなんかすぐ叩かれそう、まあそんなぐらいのところは大体の多半数ですよね。はい、じゃあ次はテドス、ほんと下げ相場を見てきて、テドスでなんか目の保養しに来とんのが、週足チャート行きますと、もうこの通り斜め右上急角度、相も変わらず週単位で高値も更新して、安値の帰りもがっつり離れて、もうこれどうやって下がるんや、逆にこっからロングポジション入りにくいって状況ですよね。で、冷やし行きますと、強いね、斜め A にも叩かれるのはね、
25の角度変わらず、7の角度も変わらず、安値の乖離もね、離れたままで、まあ何これってところだね。これはロング入りにくいでしょうね。4時間いきますと、こちらもそう、25の角度変わらず。さあ、7MA で現在時間叩かれかけとるとこですね。まあ、これぐらい叩かれて当然だわな。25を下抜いたところ、そして上抜き、そこを拾うぐらいしかないですよね。7じゃ早いわな、これ。まあでもこっちの方があれだろうな、逆を食らう可能性がないで楽っては楽でしょうね。あの週足の7がこけてかん限りは、まあこの相場がいつまで続くかわからんですけど、下げ相場の時期にこの上げ相場は本当恐ろしいということで、はい。とそれで最後はドル円、例によって昨日の2時頃から追っかけてきますと、短期右上向いたところ109円5000円ぐらい、中期との乖離も離れて、まあいけるかいけるかどうかっていうのをずーっと続けながらじり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 動いて、ロンドン入ってもそんな大きく動くことなく、ただ夜の9時とかここら辺で短期を下抜いてて109円4銭とかになるんだ。そしてさらにニューヨーク入る前11時、ここで109円2銭とか、まあ1時間安心したかなり長いのつけて短期右下向きまして下抜いてったと。それで夜中ニューヨーク入って109円2000とか、そんなあたりで落ち着いたのか、夜中ずーっとじり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 推移しながら、それで朝方109円3銭短期に触ったぐらいでマーケット終了。ただ中期との乖離の幅をこれだけありまして、まあまあ安全地帯で冷やしていきますと、淡いねこれね、めんどくさいねほんとね。これで短期水平になりまして、ロウソク上抜きました、中期との乖離も離れました、また再びってことですね。難しいねここはほんとね。で週足いきますと、これでどうでしょう、短期との乖離は離れてないんですけど、中期からまた頭出しまして、これで安値の乖離が離れてね、中期抜いてったらヤッホーってとこですよね。一回受ける、まあまあ、まあ、あれだよな、ドヤ顔して当たったっていうわけじゃないけど、日足の50名下抜きより中期の50名上抜きの期待値が勝ったってとこですね。勝ったまで言わんけど、限りなく勝ちに近いところですよね。あの私的な言葉で言うと、お前後から言いやがって偉そうにって思われるかもしれんけど、ただ相場的にはこれ非常にめんどくさいですよね。あとはこれ仮説として、まあまあここ抜けていくとしたら、そしたら今度どこで決済していくかですよね。短期に触るっていうとより短期下抜いていくでしょうね。できれば角度が水平下抜きそうなとこぐらい、まあそこら辺で逃げていくのが早めかなって。まあこれあんま長く深入りして関わっとるとめんどくさいところで逆を食らうもんで、多少の利益はもう捨てるぐらいで、あの逃げる姿勢の方が多分いいだろうな、まあ、だったらテゾス行った方がいいんじゃねえというところで、はい。ということでそんな感じできまして、まあ全体的にそんな動きなく、ドル円がまあまあまあちょっと目処つけたかなぐらいで、仮想通貨的にはねもう冴えない動きで、4時間あたりでちょっとこうやってビットコインみたいにね20、25抜いてどうかっていうところありますが、それでも乖離幅少なくて、もう全然安全地帯じゃない、時価総額的にも全く動いてなくて、また逆にこれ食らったらまたやられるんじゃねえかというところで、特にライトコインとリップルはもう週足の移動平均線的にも右下角度かなり急増で、かなり時間かかるだろうなというのはバイナンスも含めてもう率直な感想ですね。テゾスがなんとか踏ん張っとるだけで、それもどこまで持つかってことね。まあいずれね逆の相場行くのはもうそれは相場だからね、帰りが離れればしぼんでいくのは当然の原理なので、前日換算では一応はグリーンプラスにはなっとるけど、パーセンテージ少ないし、時価総額の動きも大したくないし、単純にこれ信用するのはどうかねというところで、はい。ということでそんな感じ、以上2019年12月14日本日の仮想通貨時価総額と上位10トークにドル円の相場考察でした。そんな感じ、終わり。